今回はドライバーをマシンで捉える方法、うん、ボールを打ちに行っちゃうっていうのが一つ大きな原因だと思います、はい、クラブが使えない、上手に使えない、うん、で腕も上手に振れてないっていうことが、もう両足を揃えて立ちます。で、まあ、あー、難しい。はい、はい、ナイスショー。はい、はい、ナイスショー。真ん中捉えてましたね。捉えられてましたね。え、はい、楽天ゴルフチャンネル始まりました。篠崎真奈です。塩田玲子です。今回はドライバーをマシンで捉える方法をやっていきたいと思います、はい、ドライバーほど本当なんかこのヒールで当たったり、はい、ね、先っちょで当たったり難しいですよね。難しいですね。芯で捉えるっていうのは長いんで、ちょっと難しい差が出ちゃうかなと。でもこれも、まあ、ドリルがあって、はい、それを練習すれば割と確率が、そうですね、確率が上がるように、うん、ちょっとレッスンできたらなと、はい、お願いします。思います。早速なんですけれども、うん、塩田さんは普段どこに当たることが多いですか？どこに当たってるんでしょうね。そうですよね。いやでも、はい、分かんないです。多分なんかほらそれも分かんなくないですか、はい、自分がまあさすがにちょっとヒールに当たったなみたいなのは分かりますけど、なんかほら前も後ろもあるけどこの上下もあるじゃないですか、はい、下ら辺に当たったり上ら辺に当たりとか。でもこうやって見るとあんまりここ中心汚れてないからここに当たってないかもしれない。いや大丈夫です、ここにいっぱい跡ついてます。はい、大丈夫です。そう、それがちょっと分からないかなっていうのは正直あります、はい、まあそうですね、うん、結構あのドライバーどこに当たってるか分かんないっていうことも、はい、多いと思うので、うん、まあ、できるだけ芯を捉えられるようにちょっとやっていきたいんですけれども、うん、まずドライバーで芯に当たらない原因なんですけど、うんうん、やっぱりボールを打ちに行っちゃうっていうのが一つ大きな原因だと思います、うんうん、打ちに行こうとすると結構どうしてもこう、もう手とこう一緒にうんうん、行ってしまうのでクラブが使えない、上手に使えない、うん、で腕も上手に振れてないっていうことがほとんどだと思うので、腕とクラブを振る練習を、はい、お、腕とクラブを振る、はい、はい、していきたいなと思います、うん、はい、腕とクラブを振るっていうことに関してはあのアイアンもドライバーも一緒なのでちょっとアイアンでやっていこうと思います。ではまず、ドライバーはやっぱりスタンスが広いので、うん、こうもう自由に体が動きすぎちゃう、うん、で当てに行っちゃう、そうすると、うん、腕もクラブも触れていないっていう状態になってしまうので、それが起きないようにまず両足を揃えて立ちます。で、このまま打ちます、うん、そうすると、うん、もう勝手にクラブと腕が触れるんですね。これがやっぱりこう体で行こうとするともう当たらなくなっちゃうんで、うんうんうん、とりあえずもうまっすぐこのままクラブを振る、そうするとクラブが自然とこう体に巻きついてくるような感じでクラブを使えるようになるので、ちょっとこのドリルを、はいはい、やってみてもらってもいいですか、はい、もうボール真ん中でいいですか？はい、ボール真ん中でいいです。このまま、はい、このままでいいですか？このままでいいです。おほーで、振る、はい、振ります。あー振ります。あ ー, あー難しい難しいですね。振れてないですね、はい、もうちょっと腕と、そうですね、はい、今のはやっぱりそのクラブがこううまくリリースできずに、うんうんうん、ここで落ちちゃってる感じなんで、うんうんうん、ちょっとこうもっと遠くを、あ、遠くを振ってくるような感じ、はい、さっきのフォアハンドのイメージで、はいはいはい、ちょっとそうですね、こういうイメージですね、はい、こうちょっと
こっちに来ちゃうと当たらないので、はい、はい遠く、はい、惜しい。でもさっきより触れてますね。そうですね、はい、なんとなくでもさっきよりちょっと、はい、触れてる感じは分かります。じゃあいきます。うんうん、こんな感じですか。ドリルなので、はい、もう少しリラックスして振ってもらって大丈夫です。はい、まあ、結構多分一生懸命フルショットしてると思うので、はいはいはい、軽く6割ぐらいのイメージで。いやもう本当普通に芯で当たっちゃってますもんね。めちゃくちゃいい入りしてます。ねえ音が全然違う。私じゃないみたい。超高いで打つ練習でこんなに変わる。いや本当に。なんでですか。結構やっぱり足を開いてるとどうしてもこう動けちゃうんで、それだけ上半身も下半身も自由が効いちゃうんで、もう一本にすることで上半身も下半身もできるだけ何もしない、もう手とクラブだけっていう感じになるんで、勝手にこうもうできるっていう感じですね。不思議。これ多分見てるよりやった方が絶対難しいんで、皆さんやってみてください。こんな簡単じゃないです。でも本当イメージは遠くからそのまま、はい、まっすぐ振るっていう感じですもんね。さすがトップアスリート違いますね。普通言ってもそんなすぐできないんですけど。いや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 、ありがとうございます。でちょっともう一回だけ今のイメージでやってもらって、はいはい、ドライバーに行きましょうか。これぐらいで、はい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 、ナイスショット。今のめちゃめちゃいいですね、はい、気持ちよく当たりました、はい、ヘッドがちゃんと動いて、はいはいはい、腕も振れてます。はい、ではこのイメージで、はいはい、ドライバーに行ってみましょう。ドリルって普段やってない動きをやるので難しいんですけど、うんうんうん、もうね確かに一生懸命振りすぎてたなっていう感じがしますね、はい、ドリルなんで、はい、まあ、こんなこういうイメージかなっていう感じで6割ぐらいでやってもらえればと思います、はい。でもドライバーで、はい、はい、ドライバーで、はい、さっきのイメージでちょっとその、はい、足閉じたままですか。もう開いても大丈夫です。おー、ね、どうですか。最初よりやっぱりちょっとこうヘッドを振れる、はいはいはい、そうですね、ヘッドが振れるイメージですね。はい、もう一回いきますか。はい、これでこれで、はい。でもこのアドレスもめちゃめちゃ大事ですよね。はい、アドレスがこれぐらい、はい、ナイスショー、ナイスショー、めちゃくちゃいいですよ。真ん中当たりましたもん。当たりました。真ん中捉えてましたよね。捉えられてましたねえ、はい、だから本当今イメージはなんか本当向こうから大きく、はい、なんて言うんですか、こう向こうを通ってくるような、腕を振って、うん、腕を振って、はい、クラブと腕を振るっていうのが、うんうん、やっぱり芯で捉えるコツかなと思います、うん、どうしても当てたいになっちゃうん で、 そうですね、今当てるイメージは正直なかったです、はい、なんか本当その振った先にボールがたまたま当たって、あ、すごい、めっちゃいいです、通っていったっていう感じでした、はい、いやすごいです、さすがです。いや、よかった。そのドリルでやったイメージをすぐドライバーにこう還元できるのもさすがです、うん、ありがとうございます。もうちょっと当たった感じありますか。ありました。今はもう絶対私ここで打ちました。ここでしたね。ここでしたよね。はい、そっか。でもやっぱどうしても意識的にこう当てに行くっていうのはものすごくわかるので、はい、それをまずやっぱこのドリルで消さなきゃいけないですよね。そうですね、まずクラブと腕を振るっていうのをこう感じてもらって、うんうんうん、それをこうこのままっていう感じです。今回はドライバーをマシンで捉える方法、うん、ということでしたけども、はいはい、まず足を揃えて打つドリルやってきました。はい、
ぜひ皆さんこれで腕を振る、クラブを振るっていうのを感じてもらえたらなと思います、みんなやってみてね、楽天ゴーラより累計270万ダウンロードを突破した楽天ゴルフスコア管理アプリは Apple Watch や Android 対応のスマートウォッチでもお使いいただけます。ウォッチ一つで残り距離の計測やスコア登録ができ、より手軽にラウンドを楽しめますよ。概要欄に URL を貼っております。ぜひ使ってみてください。